無一郎敗北、凶悪すぎる玉子、カヌチの断末魔。次回無一郎死す。テレビアニメ鬼滅の刃刀鍛冶の里編5話がついに放送されました。予想とは全く違った構成の5話、原作111話から113話をうまくミックスさせています。時任無一郎と玉子の戦い1回目、菅の地蜜璃の刀と恋の呼吸、炭治郎と禰豆子の爆血刀、今回も見どころがたくさんありました。徹底的に解説します。この動画を最後まで見ることで、あなたは確実に鬼滅マスターに近づけます。今回は無一郎に絞ってお伝えします。前回のアニメ4話が酷評という意見を目にしました。テンポが悪いだのなんだの、ああいった意見を見たとき、鬼滅が叩かれていると思ったそこの君、そんなあなたにこの言葉を送ります。一般を見て全評を知る、物事の一部を見て全体を推し量ることの例えです。超少数のアンチの意見を見て、まるで世間全体が騒いでいるような感覚を持ってしまう。これは超危険なマインドです。鬼滅の刃は面白い、世の中の大半の人はそう感じています。心配することなかれ、不快に思うことなかれ、鬼滅の刃は大丈夫。人の意見で自分を揺るがさないことです。ということで、いいねとチャンネル登録をお願いします。しない人は千本の針で刺されます。共有ボタンもしっかり押さないと、今夜幽霊が出ます。では参ろう。金森幸三、オープニング前の冒頭シーン、虎徹を抱えて走る時任無一郎、行き先は鋼塚と金森がいる場所。無一郎はズボーニに襲われている金森を発見します。虎徹を放り投げ、一瞬でズボーニを倒す無一郎。時任殿と言いながら木から降りてくる金森、ようやく対面できた2人。金森は無一郎の新しい担当刀鍛冶であり、伊之助の担当でもあります。本名は金森幸三、年齢は26歳。コミックス14巻のおまけで細長い素顔が公開されています。蓮という2つ下の奥さんがおり、彼女も幸三と同じく細長い顔立ちをしています。元は丸い顔立ちだったそうなのですが、夫婦仲が良すぎて顔立ちも見たのだとか。また蓮は首が柔らかいそう。ひどい刃こぼれ、無一郎は金森に刀はどこかと尋ねます。ひどい刃こぼれをしている無一郎の刀、これは頼市ゼロ式から持っていった刀です。もともとは他の者が使っていた刀のため、無一郎には合っていない刀。霞の呼吸を使うとすぐに刀がダメになる。もともと中古の刀ということもあり、おそらくは反転具の首を切った際に刃こぼれを起こしてしまったのでしょう。金森はすでに刀を用意できていると言いました。すぐに渡せる状態。無一郎は話が早いことに違和感を感じますが、その理由は炭治郎が前もって金森に伝えていたからでした。刀のこと、無一郎の性格のこと、ここで無一郎は炭治郎の名前を覚えていました。必要最低限以外のことはすぐに忘れる無一郎、いつもなら炭治郎の名前も忘れているはず。やはり無一郎の中で何かが変わり始めている。金森はここで無一郎の最初の刀鍛冶のことを調べたと語っています。この発言は後々の名シーンで真の意味がわかります。上弦の後、玉子、鋼塚が小屋で刀を研いでいる。鋼塚家に伝わる過酷な日輪刀研磨術、手を止めてしまうとダメになってしまう。3日間もの間不眠不休で刀を研ぎ続けている鋼塚、鬼に襲われていたらまずい。3人は鋼塚のいる小屋へ急ぎます。ナルト走りをする金森、途中で無一郎が引き止めます。腹立つという虎徹がシュール。無一郎が金森を止めたのは、小屋の前に凶悪な存在が待ち受けていたからでした。転がる一つの壺、無一郎も簡単には手が出せません。壺の中には無一郎を柱だと気づいている。出てきたのは上弦の後、玉子です。相変わらずのあべこべな顔、目の部分に口、額と口の部分に目、わけがわからない。カヌチの断末魔、丁寧に挨拶をする玉子。無一郎、金森、虎徹をお客様と見立てて、何かの作品を見てほしいという。無一郎は、作品、何を言ってるのかな、と視聴者の誰しもが思ったことを代弁。突然手を叩き出す玉子。この小さい手が気持ち悪い。ではまずこちら、と言っているので、いくつかの作品を見せたい様子。壺の中に何個も作品をストックしているのでしょう。壺の中から出てくるおぞましい作品。カヌチの断末魔。
刀鍛冶の死体を素材とした作品。犠牲者には金森や虎徹の知り合い、親戚も含まれています。玉子は、里の壊滅のため刀鍛冶を襲いながら、このような作品を作っていたのです。5人の犠牲者をデタラメに繋ぎ合わせ、6本の刀を突き刺した猟奇的なデザイン。分厚く豆だらけの手を前面に押し出し、刀を刺すことで金内らしさを強調。ひょっとこのお面もあえて残し、無情感と不条理を表現した。とても常人には理解できない凶悪なデザインセンス。極めつけは、刀をひねると断末魔を上げるという最悪な仕組みまで。犠牲者はすでに死んでいるので、この雄たけびは玉子の細工によるもの。これだけのおぞましい作品を、まずはこちら、と紹介しているところを見ると、他の作品はもっと凶悪なものなのではないだろうか。おい、いい加減にしろよ。クソ野郎が。ぶち切れる無一郎。ここまで感情をあらわにする無一郎は珍しい。実はこの、無意識に無一郎を怒らす行為。これも無一郎の、感情を呼び起こさせる要因の一端。玉子は自分で自分の首を絞めている。本気で攻撃した無一郎でしたが、玉子はそれをひょいとかわします。柱の本気の攻撃をかわすとは、上限の玉子の戦闘能力はやはり高い。無一郎が弱いというわけではありません。反転具や玉子が強すぎるのです。玉子は、作品の説明を中断されたことで若干切れ気味状態。さらに攻撃を仕掛ける無一郎。壺を破壊するも手応えなし。壺から壺へ移動する玉子。壺間の移動は異空間を通る模様。どうやって壺を出しているかについては、玉子の手により生み出され、いつの間にか設置されている。いつの間にかというのは、漫画では謎のままだった部分。アニメでは手を叩くと壺が出現しています。玉子は直接手から壺を生み出すことができます。定位する場合は拍手を使う様子。血気術、千本針、巨殺。壺を破壊されたことでブチ切れる玉子。対して、冷静に状況を分析する無一郎。玉子は首を切れば死ぬ。勝機はある。ここで玉子の血気術。手より生み出された壺から2匹の金魚が出現。千本針、巨殺。金魚の口から放たれる無数の毒針。無一郎は初撃を回避。金魚は虎徹と金森を狙います。金森が虎徹をかばい万事休す。ここで無一郎が2人をかばう。漫画よりも痛々しく見える針。耳を貫通している針もある。この針は毒針。牛太郎ほどの猛毒はないものの、徐々に神経を蝕まれていく。時藤無一郎、敗北。つまらない命を救って、つまらない場所で命を落とす。玉子の発言に過去を思い出す無一郎。とある夏の日、鬼の牙のようなものを生やした人物に言われた言葉。誰かは思い出せない。しかし、着実に記憶を取り戻している無一郎。玉子のおしゃべりな性格が、その手助けをしてしまっている。毒針を刺したことで、もう勝った気でいる玉子。そこに無一郎の本気の一刀。玉子の首に刀がかかります。ここで玉子の血気術のカウンター。血気術、水獄鉢。玉子の手にある壺は、血気術によって柄が違います。水獄鉢は、壺から発生させた大量の水の中に相手を閉じ込める技。本来窒息させることが目的ですが、鬼狩りに対しては、呼吸を封じれるという最強の技。柱であっても例外はありません。無一郎は呼吸を失い無力な状態に。時藤無一郎敗北。まとめ的なもの。今回、玉子の能力を見ていく中で気づいたことがあります。それは、他の漫画と重なる設定があるということ。意図的かはわかりませんが、例えば壺から壺への異空間の移動。これはナルトの港を思わせる。港の能力は、あらかじめマーキングした場所に空間移動できるというもの。手を叩くことで壺を出現させるのは、呪術廻戦の東堂を思わせる。玉子の血気術、水獄鉢はナルトの水牢の術。などなど、鬼滅の刃は他の漫画のオマージュが多数存在しています。玉子に関して、これもあるよ、という方はコメント欄で教えてください。今回は、時藤無一郎に絞って徹底解説をしました。炭治郎の名前を覚えていたり、玉子の言動により、感情や記憶を取り戻しつつあったり、無一郎の変化を感じる。最後は水獄鉢に囚われ、呼吸を封じられて絶体絶命。ここから先どうなってしまうのか。また、どのように今後のアニメは展開していくのか。無一郎パートを早く見たいところだけど、炭治郎や玄や、三つりも気になる。まだまだ盛り上がっていく刀鍛冶の里編。今後も楽しみです。
いいねとチャンネル登録をお願いします。共有ボタンから LINE を開いて、3番目の人は玉子のような性格を隠し持っています。今回は以上です。それではまた。